你收看的频道是牛奶大师师师师台。好，来继续前往下一个关卡。まあ、師匠はここから北の村の近くに住んでいる。このミスルタウンを越えればすぐさ。せっかくだ、町で素材とかを買い込んでいこう。自称魔術師さんよ。道中全く魔法の道具を使っているところを見ないな。転送魔法も使えない、水やパンも出せない。光の巫女の弟子ってのは案外役に立たなくねえか。まあ、そもそも私は魔導工学を研究する魔術師だからね。魔導工学？建築や数学みたいなものか。まあ、古代科学を知っているかい？太古に失われた技術だが、魔力で馬車を動かしたり、一つの都市を空に浮かべるような技術だ。浮遊城？私、おとぎ話だとばかり。まあ、私は今そんな都市を建造しているのさ。正確に言えば、復元浮遊城だ。私の夢はね、浮遊城をもう一度建造して、そこを魔術師だけの自由な都市にしたいんだ。嘘だろ？都市を浮かべる？あんたみたいな素人魔術師が？まあ、それもそうだね。君たちも協力してくれると助かるよ。面白そうですね、アンジェリカさん。できることがあれば何でも言ってください。哎、欸，所以那个只是中途哦，对话而已啊，中间的对话。起きちまったか。まだ夜中じゃないか。ん？これは、この歌声は、どこからだ？おい、そこの君、誰だ？変な匂いに導かれる散歩の少女。あ、君からか。君も魔族？俺が魔族なわけあるか。お前こそ何なんだ。お、あまり好かれてないみたいだね。只能一个是不是？好吧。おいおい、君は一体敵なのか。我实在是不想拼手抽耶，大家都要拼手抽是怎样？魔獸だ。クソ、初めて見る魔物だ。ゼルダ、君は後ろに隠れてろ。どうして隠れるの？クソ、俺が君を守る。行くぞ。結果他表示我不需要你保护。那我要打哪里？这样吗？おとなしくしなさい。绝闪！哇，强欸！解决。
啊，不行了哦。行くぞ。死んだかと思った。いや、違うな。助けてくれてありがとう。あ、面白い？我又升级了吧？哈哈，又有体力了，好烦哦。近いぞ、おい。間違いない。間違いない？君の体には魔族の血が流れてるね。すごく面白い人。でも太陽がもうすぐ昇る。ゼルダはお家に帰らないと怒られちゃう。消えた。君の体には魔族の血が。就只有主角发声，然后没有跟其他人讲吗？好，我们再过米斯古镇这边，第三章过完，因为要打开一些，就是什么哦，他有绑定的啊，就要过完这一关。安吉丽卡，一体どこ行ったんだ？もう結構時間経ってるぞ。过完那关，他可以去打一些活动的任务，这样。あの人、時間の概念がないんじゃないかしら。あんなにマイペースなのはちょっとどうかと思うわ。このままずっとここで待つのか。まずいぞ。ここで待っててねって言って消えちゃうんだもん。ひどいよ。し、静かに。帝国兵がこっちに来るぞ。あそこだ。そこの3人、教会の指名手配犯だ。捕まえろ。言ってるそばから。マシュ、アメリダ、抜け。こいつら強そうだぞ。早く逃げなきゃ。ダメよ。ここでアンジェリカを置いていったら、あの人また帝国兵に捕まっちゃうよ。くそ。仕方ない。彼女の買い物が終わるまで持ちこたえるぞ。はあ。マッシュ、あそこにも宝箱があるね。アメルダ、宝箱はいいけど、あそこに行くのにはたくさんの敵と戦わないといけない。そう考えると取りに行くのは危険だと思うな。そういう時は私の出番だな。私の騎兵は機動力が高く、障害物も軽々と飛び越えていけるはずだ。すごい。ランさんがいれば宝箱は取り放題ね。はい。はっ。这款游戏这让我想到炎龙骑士团。炎龙骑士团不知道会不会再出新的续集、新的剧情？哎、欸，应该说新一代啦。很希望他出。炎龙骑士团真的是战棋游戏的经典，这种经典。また新手が現れたぞ。このままじゃキリがない。而且炎龙骑士团也算是西方的那种，就像现在这款游戏一样啊，就是有一些铠甲这种设定。指揮官、あちらに小屋が。あの小屋を利用すれば防ぎきれるのではないか。わかった。はい。这个小屋吗？哦。
好痛啊！敵が次々来やがる。アンジェリカはなんでまだ戻ってこないんだ。なんとか持ちこたえよう。アンジェリカはもうすぐ戻ってくるはずだ。彼女が来たらすぐに撤退しよう。はい。何かお手伝いできることありますか？行くよ。はい、俺の出番だ。はい。はっ。はい。克制，克制，那先打这个。贝克，贝克还打我，哇，一打二呢，这么强。啊，还有啊，準備できました。行くぞ。はい。仰せのままに。俺の出番だ。ここここ。行くよ。五回合了。準備できました。全部任せ。行くぞ。はい、俺の出番だ。はい。留他一命。仰せのままに。何かお手伝いできることありますか？不是五回合就好了吗？ようやく早く行くぞ。傻眼ね、这个队友。耶、yeah, ，有装有武器的，但我还不能装。そうそう、必要な物資と魔法材料が全部揃ったよ。いや、なんだいこの状況。マシュ、アメルだ。簡単に言うとね、帝国に指名手配されたの。まあ、それよりもこの近くのパン屋さんのアップルパイはすごく美味しいんだ。先生のお土産にちょっと買っていこう。あ、そんな時間はない。早く来い、急ぐぞ。终于可以装备了。终于装备哦。为什么要锻造？一定要锻造。材料 OK， 好，随便，我不想知道。还要哦，剧情要过这么多哦。士兵选择，哦，士兵也可以换，是不是？先随便穿一个。我觉得这个给我们的那个艾米达好了。
哇，艾米达好正啊！没有，所以说 ，OK， 他有限角色的那个。请上雄贵。讯息 ，cos 车，是什么？好，随便。那可以转职吗？啊，也可以哦。哦，一样都可以转职啊。OK OK。好，那先这样。评价。真有人会带一堆主角玩主角光环吗？转职成队伍没有的职业吧，要不然很容易被替换。转职成队伍没有的职业哦。好。变成突击骑士，你就发现另一片天。转人者比当剑士还弱。路人面的主角，呵呵，有主角光环的都死了。转职狙击手一直被秒，很后悔。当玩家开始使用召唤功能，就被忽略的主角。啊啊，那他嘞？你懂的。可乃给对手异常状态，不用吗？飞多之光。有奶就算了，我不追求。希望双马尾的外观肯定猛，好用，因为它可以补血嘛，补血还算是好用的。这分明是寄生兽主角超像的，哇，寄生兽主角。6666，他给他评价还蛮好的，胖回命。拿到血力就丢了，那他嘞？神盾之一，其实评价都还不错，这两个评价都还不错，这就主角最评价最差。可是他的配音是配原彻也，大家知道配原彻也是，我记得他最，我记得他的作品是那个。啊，突然忘记哦，那个妖精的尾巴那只的配音员，他很厉害，应该说配音员都很厉害了。好啦，这集到这边结束了。喜欢我们小伙伴的频道，主页放图片按一下订阅，右下角订阅按钮跟铃铛记得打开，这样子我更新影片，你就双通知哦。谢谢大家，这集收看，拜拜。